どうもプロさんです。いやほう、そして山下くんと友達がいるんですけども、今日はテニスということで新年早々1月2日にテニス対決やりたいと思います。まあ自慢じゃないんですけど、まあこれ毎回ね登録者数が増えてるんで言うんですけど、僕中学の時は全国レベルでした。でも高校入って人生踏み外して県大会ベスト64最高。まあなんでね、まあそれぐらいのレベルで何も参考にならないんですけど、楽しくテニス動画ということで、今日はネットを相手のボールネットを越えてそれが戻ってくるっていうバックドロップショットをやりたい、バックショットやりたいと思います。バックスライス。ではまずミニテニスから始めたいと思います。で今までのテニス動画、僕グリップ巻いてなくてボロボロのほんと木みたいなやつだったんですけど、今日ちょっと本気出すってことでグリップちゃんと買ってきたんで、一味違うところ見せたいと思います。はい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 、はい、やっぱビデオ回してるからね、緊張が走っていいとこ見てないとと思っていいとこ見てない、そういうプレッシャーがある、そういうプレッシャーがあるからね、やたら上手くなってる。遊びじゃねえんだ、遊びだけど遊びじゃねえ。はい、じゃあラリー、ロングラリーちょっとやりたいと思います。おい、おい、おい、やべえ、おい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 、開いてる、おい、おい。はい、ということで今からウォーミングアップ終わったんで、今日しかできない技見てください。この小鳥のさえずり、風が鳴ってます。ピヨピヨ、そう、白芸。皆さん白芸っていう技知ってます？バックス、藤修介がバックでスライスガーってかけて、今回でもフォアでやる、バックでスライスかけて上にホッピングアップして追い向かい風でね、うわーってホッピングアップ、ネット行ったと思ったら自分のコートに戻ってくると、はい、そういう技を今日やりたいと思います。この風がねいい感じに出てるんで、それをやりたいと思います。バックスライスガーンってかける、でスライスバックスピンかかったボールが一回こっち降りる、だけど戻ってこっちに戻ってくると、それやりたいと思います。おう、よし行きます。はい、こういうことよ、こういうこと。それでそっち入れて戻ってくれる、これできるでしょ絶対。よし、はい、待って待って待って、あれジミージミー、帰る、はい、あー遠すぎる、これ距離感も大事だね、はい、浅く打たないとね、これ難しい、やったらしいよ、はい、はい、はい、あー、どうも、はい、
あ、ダメだ。今のみんなやべえ、あまりにも早く終わって自分で興奮しちゃった。今の終わりやばい、すげえ早く終わってた、どうしようということでできました。まあこの技はね、まあ実用性あんまないかもしんないけど、もう絶対一本取りたいっていう時に、ドロップショットが来た時にね、クーンできた時にスマッシュを打つふりして高速ドロップギャーンバックスライス。で、あれで試合終了したら超かっこいいよね。成功率 5% だけど、成功率、いや、2% ぐらい2% ぐらい、マジでスマッシュ打ちゃいいのスマッシュ打ちゃ勝てるのに、あえてゴールドアバックスライスでここでバコンって決めりゃいいのに、ここであえてスライスやってね、勝てたら最高じゃないですか。男気ショットということで、ぜひやってみてください。ということで、ありがとうございました。シングルスちょっとやりたいと思います。村天満。じゃあ行きます。あー、すごいじゃないですか。1-0。プレッシャーがすげえんだ。遊びじゃねえんだよ、俺は。下手したらビクられるじゃん。すごいね。おい。おい。おい。まだつなげる。おい。おい。おい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 、あくそ、粘れ、負けられねえ。おい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 、おいおいおい、ええ、おいおいおい、カモン、すげえいいこと、じゃあおい、アウトか。自信持つぞ。おい、おい、やべえ、やべえ。おい、おい、おい、カモン、イエス。おい、あー、いいよ。